ちゃん。嫌だわ。もしかしてため息ついてるところ見られちゃったかしら。それがね、今日団体のお客さんの予約が入ってるんだけど、こんな日に限ってお店の女の子が大勢風邪をひいて休んじゃってね。それだけならともかく、今日普段はめったに姿を現さないオーナーがお店に視察に来るんですって。近くにできた店のせいで最近売り上げも落ちてたから、接客が気に入らなければ店を畳むなんて言い出すかもしれないわ。さすがにオーナーの前でソラちゃんや銀さんに接客させるわけにはいかないわ。大丈夫よ、いざとなったら私一人でもうまく接客してみせるから心配しないで。それじゃあね、ソラちゃん、あんまり遅くならないうちにちゃんと帰るのよ。